ミン・グースマンリーは、ベトナム系カナダ人のプログラマ、ゲームディベロッパー。1999年、ジェス・クリフと共同で、ハーフライフ、カウンター・ストライクを開発した。あと、ハーフライフのディベロッパーである、バルブ・コーポレーションの社員となり、韓国にて、ファーストパーソン・シューティング・ゲーム・タクティカル・インターベンションの開発に従事した。2016年7月のインタビューでは、 イギリスのゲーム開発会社フェイスパンチスタジオの下で、ファーストパーソンシューティングゲームラストの開発を担当したことを明かしている。ゲームの開発チームが少人数であったこともあり、リーはプログラマとしてだけではなく、モデラーやデザイナーとしても作品に携わってきた。1996年、リーは ID ソフトウェアが開発した、ファーストパーソンシューティングゲームクエイクと出会い、 同作品のソフトウェア開発キットでゲームの開発を始めた。約1年後にクエークのモッド作品ネイビーシールズを完成させた。リーはクエークのモッド作品アクションクエイク2のモッド作品の開発中にカウンターストライクのアイデアを思いつきアクションクエイク2のウェブマスターであったジェス・クリフと友人になった。リーはサイモン・フレーザー大学の4年時。 在籍中ハーフライフのモッド作品であるカウンターストライクの開発に取り掛かった。2001年のインタビューでリーは当時を振り返り、週に20時間を開発のために費やし、開発のために学業のため以上の努力をしたと語っている。カウンターストライクは1999年6月に第1ベータ版がリリースされた。その後の数ヶ月間、 ゲームの人気が急騰する中開発チームはすぐにさらにいくつかのベータ版を生み出した。その後リーはコンピューター科学の学位を得てサイモン・フレーザー大学を卒業した。4番目のベータ版が発売される時期までという約束でハーフライフの開発を担当したバルブコーポレーションが支援を始めた。2000年バルブはカウンターストライクの権利を購入した。さらにバルブは リーとクリフを社員として雇用し、二人はアメリカ合衆国ワシントン州ベルビューにて開発に従事するようになった。同地でリーはカウンターストライクの開発を続け、また様々なゲームに関わった。しかしカウンターストライク2の開発中、バルブは最終的に同作品の開発プロジェクトを無期限の保留措置とした。カウンターストライク2の開発が見送られた後、リーは 自身のプロジェクトを進めるためにバルブを退社した。少人数のグループで2年間このプロジェクトに従事し続けた後の2008年、リーは韓国へ赴いた。同国のソフト開発会社フィックスコリアがオンラインゲームへの参入を決定し、CEO のチェイン長が欧州留学中の友人のつてでリーにコンタクトを取ってきたのがきっかけであった。リーの手による新しいゲーム作品は後に、 カウンターストライクと類似するスタイルのシューティングゲームタクティカルインターベンションであることが明かされた。2014年、韓国を離れたリーはイギリスのゲーム開発会社フェイスパンチスタジオに参加。2016年6月29日から7月1日にかけてバルセロナで開催された国際会議ゲームラブ2016にスピーカーの一人として参加した。2003年、 ゲームスパイの編集者は発売されて5年が経ってなおハーフライフが人気作品であったという理由によりミンリーを表彰した。イグノはジェスクリフとミンリーをゲーム史上に残る100人のトップゲームクリエイターの14番目にランクしている。ありがとうございます。